日本人と日本人の初め日本人とも大臣になりたいです。今回はですね、照準の真実ということで、最近ですね、照準設定で悩んでる方を多く見かけます。まあそもそも照準ですけど、腰打ちの時のみ照示されます。まあこういうね、ドットとかじゃなくてね、腰打ちはドットやね、スコープを覗いて打つよりも、早くね、打ち合わせるのと、移動速度が速いまま、打てるので、近距離戦では特に強いです。そんなね、腰打ちに関わる照準について、今回は徹底解説していきます。ぜひ参考になったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。でね、まず結論なんですけども、十字ドットがおすすめです。こちら。で、まあ、照準ってのは、この3種類あるんですけども、一番左のね、この十字ドットなしってのは、ヘッドショットをね、狙いにくく、中距離では特に狙いづらいです。はい。今どこに、照準がね、あっていうのかが、すごくわかりにくいんですよね。当たってんのかな当たってないのかなっていうのが判断しにくい。倒せることは倒せる。ですけども、まあ、ヘッドの命中率は下がります。で、まあ、唯一のメリットとしては、敵の動きが見やすいことですね。ごちゃごちゃしないので、照準の中が。だから、撃ってる最中でも、敵が右に動いたり、左に動いたり、キャラコンがね、見やすいっていうメリットがあります。まあ、ただ、まあ、小屋コードはね、溶けが早いゲームなので、ヘッドショットを狙いやすいドットありの照準の方が、命中率が高く、有利なので、この照準はね、おすすめしないですね。で、残る二つの照準についてなんですけども、まあ、個人的に強い照準って二つの特徴があると思ってて、1、照準の枠ブレが少ない。枠ブレが少ない方が目障りでなく、エイムに集中できるから。2、照準の枠内にゆとりがある。ゆとりがある方が照準と敵が被されにくく、敵の動きを追いやすいから。まず1についてですが、照準のブレ具合を比較していきます。すでに十字の方がブレが少ないことがわかるかと思いますが、実際にブレの面積を比較していきましょう。赤い部分がブレの面積です。明らかに十字の方がブレの面積がめっちゃ少ないですよね。これは十字の方が枠ブレが少なく、エイムに集中できるということが言えます。正直、丸は枠ブレが大きすぎて、目障りですね。次に、2についてですが、丸の照準の枠内の面積を黄色で、十字の枠内の面積を黒で比較してみると、明らかに十字の方が枠内にゆとりがありますよね。つまり、十字の方が敵の動きを追いやすいということが言えます。以上の1、2の比較してみた結果から、個人的には十字の方が強いと思います。さらに、十字の場合、水平に線が引かれているので、ヘッドラインを合わせやすく、ヘッド率が上がります。この十字の線を FPS 界隈では補助線とも言われているそうです。初心者にもおすすめですね。そして最後に照準のカラーですが、白以外だったら何でもいいと思います。白だと、このね、木と同化しちゃって、ちょっと見えにくいんですよね、照準が。どこに照準があるのか見えにくい。赤と緑は何かと同化しにくく、照準が見えやすいのでおすすめです。緑はね、草と同化しそうなんだけども、実際そんなことないです。結構ね、違う緑の色ですね。結構明るめなのかな。で、赤はね、地吹雪とちょっと同化しやすいことがあるんですよね。なんで、まあそこだけ気をつけてもらえたらなと思います。まあ僕は緑にしているんですけども、それなぜかっていうと、ちょっと僕ね、色覚異常って言って赤がちょっとね、見えにくい目をしているんですよ。なので、赤だと地味すぎるんだよね、照準が。照準って目立ちすぎず、目立ちなさすぎずってのが一番ちょうどいいんですよ。なんで、もう僕的にはね、この3つの種類やったら、白はもう木で見えなくなっちゃうから、赤か緑、赤見にくい、緑がちょうどいいって感じで、僕は緑が個人的におすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ぜひね、参考になったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。